横浜市内の一小芝貯油施設は、かつて神奈川県横浜市金沢区にあった在日米軍の航空燃料貯蔵施設である。2005年に日本国に返還され、今後横浜市により公園とする計画が進められている。戦前に日本海軍により燃料貯蔵基地として建設され、1948年10月3日より在日米軍により接収された。 1973年3月22日には、金沢地崎埋め立て事業に伴い、シーバースを移設、集約することが、日米合同委員会で合意。1975年12月4日に移設工事が完了し、引き渡された。1977年2月24日には、日米合同委員会において、 地下貯油タンク1機を施設内に移設することが合意され、1979年4月に移設工事が完了した。1981年10月13日には6号タンクが爆発死火災が発生したが、横浜市消防局と米軍消防隊により消し止められた。日米合同委員会で2004年10月に一部変換、2005年10月に 陸地部分全域と制限水域の一部について変換が合意され、これに沿い2005年12月に陸地部分全域と制限水域の一部が変換された。2009年6月と10月には開港150周年の森植樹祭が開催された。跡地は広域公園として整備が予定されているが、南関東防衛局による2007年から3年間に渡る 土壌調査の結果、敷地の3.6%に土壌汚染対策法の基準値を超えるベンゼン、鉛、ヒ素の汚染が検出され、着工は遅れている。並木川ゲート。直径15メートル、高さ9メートルの35号タンクが残る所在地は、金沢区芝町、長浜、幸浦2丁目、並木3丁目にまたがる。陸上部の面積は526,205。 平方メートルで、そのうち国有地51万1859平方メートル、私有地4746平方メートル、民有地は9600平方メートルを占める。制限水域は約47万平方メートルで、このうち後日のビーバース跡の北緯35度21分37.4秒、統計139度39分32.6秒、 北緯35.360389度統計139.659056度、35.360389、139.659056の点を中心とする半径365.5メートルの円周によって囲まれる、水域約42万平方メートルは未変換であり、春節や底引き網は制限される。陸上部には地下タンク29機と、 地上タンク5機があり、地下タンクは直径37から38メートル、高さ28から29メートルの大型タンク11機、直径18メートル、高さ20から21メートルの中型タンク14機、10、18、6.5メートルのスペース2に2機ずつ、収められた小型タンク計4機。1981年に爆発火災を起こした6号タンクは大型のタイプである。 地上タンクは直径23メートル、高さ11メートルのものが4機と直径15メートル、高さ9メートルのものが1機ある。このうち小型地下タンク4機と直径15メートルの地上タンクは東側の定置、残りは丘陵部に配置されていた。地下タンクの内空体積の合計は458,781立方メートルであった。シーバースは 金沢区東部の海上に北東に向かう A バース、南東に向かう B バースの2カ所あり、海底及び長浜水路沿いのパイプラインで陸上部に繋がっていた。A バースで大型タンカーから航空燃料を陸上げし、B バースで小型タンカーに積み込み、鶴見区安全町の鶴見貯油施設に移送し、さらに横田飛行場、厚木海軍飛行場、 立川飛行場に陸送するものであったが、金沢地崎埋め立て事業に支障するため、1975年にビーバース側に集約された。現在は横須賀市の東島に所在する東倉庫地区から、鶴見貯油施設に航空燃料が輸送される。貯油施設の南側には、急日本軍が1939年に完成した長さ180メートルの通称、 小芝トンネルがある。所有施設近くの住民や路線バスの展開場に使われてきたが、米軍接収時に権利設定がなされず長らく所有者不明の状態であった。笹子トンネル天井板落下事故を受け、財務省関東財務局が国の所有物であるとした上で、安全性を確認した後所有権を横浜市に移管し、市では、 芝貯油施設跡地公園のエントランスの一つとして活用する方針である。2020年8月25日、作業員1名が重機作業中に貯油タンクに転落し死亡する事故があった。芝シーサイドファームより陸上部は東西方向、南北方向各 1km の丘陵地で西から東へ向けて傾斜し、東端は埋め立て以前の海岸線となる。 標高は最も高いところで83.1メートルである。敷地の約6割は緑地で小奈良を中心とした雑木林が広がる。横浜市の動植物調査では1200種が確認され、映像は見られなかったもののおカやハヤブサも発見されている。水路は北西部と南部にあり、北西部では沢谷や川にな、 南部ではこれに加え平家ボタルの生息が確認された。所有施設東部及び旧海岸線の小柴崎緑道を緑の広場空間創造エリア、北西部を自然環境保全エリア、南部を里山空間再生エリア、中央部を活動、体験、学習エリアと4つにゾーン分けし緑の広場空間創造エリアを第一期として、 2017年度から約5年をかけて整備される。このエリアは平坦な低地で多目的広場や既存建物を利用した管理棟、南東部は国道357号に近接しており、駐車場も設ける計画で2019年度、ないし2020年には一部供用開始を目指している。自然環境保全エリア及び里山空間再生エリアは第二期事業として 展望広場や水田などの農業体験施設が設けられ、おおむね2026年度までに整備される。活動、体験、学習エリアは、大型タンクが多いゾーンで、環境学習の拠点や歴史的移行の見学施設が計画されている。第2期の整備終了後2027年度から着手され、全面開園は2032年度となる見込みである。 米軍から返還された財産を公演とする場合には、国から地方公共団体に対しに、3を無償化し付け、1、3を自家で売却することが原則であるが、売却には工作物を撤去し、さらちとする必要がある。国が除却に要する費用が、売却額を上回り、撤去作業の過程で、緑が失われることが懸念されるため、全面積について、無償化し付けとされる。 地下タンクは撤去せず、埋め戻され、地上タンクの一部は、モーニュメントや壁面緑化の見本として活用される。なお、日米地位協定に基づき、在日米軍に工作物撤去、現状回復の義務はない。ありがとうございます。